ニューストピックスです石川県工業試験場は野戸産の軽相動くたに焼きといった陶磁器の製作に生かす研究に乗り出しました今回はこの話題について経済部の北村記者に話を聞きます北村さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今回はどういった研究なんでしょうかはい、えー、石川県工業試験場の研究は、えー、軽相動を使ってくたに焼きの 生地を成形するための型ですとか、あとは釉薬、陶磁器用の顔料の開発になります。はい、水分や湿気、臭いを吸収する性質が珪藻土にはありまして、軽くて断熱性に優れていることから、現在はピザ窯や七輪などに加工されています。珪藻土を加工する際にはですね、粉や廃材が大量に出ます。 これは産業廃棄物として処理されていまして今回の研究では従来はこの廃棄されていた不要品を再利用しようというふうななぜ、軽装土が研究テーマに選ばれたんでしょうか。はい 先ほど廃材を利用するとお話しさせていただきましたけれども、はい、これは業者によっては1か月数トン単位で出ることもありますのでこの貴重な資源を有効活用しようというふうな狙いがあります。はい 県工業試験場では過去にですね、けいそ土を使ったレンガの製作ですとか、あとはガラスを着色するという技術を開発しておりますので、今回はそのノウハウを土台に研究を進めていく,こと,進めていくということでした、うん、なるほど、研究は今後、どういったふうに進んでいくんでしょうか。はい クタニ焼きの型作りはですね、吸水性に優れた軽相度の性質に合わせて流し込む生地の水分量ですとかあと固める時間などを研究します釉薬や顔料の開発では焼き上げた際により鮮やかで均一な色味が表現できるかが課題となりまして他の成分との適切な配合割合を探っていくことになりますなるほど 研究がが成功すする日が楽しみですねはいそうですね、うん、まあ今年度から始まる研究ですので、どれぐらい開発までに時間がかかるかは分かりません。ただ、この研究が成功すれば、ですね軽済度の廃材が再利用でき、まあ、環境への配慮にもつながりますので、ぜひ成功することを願っていますなるほど、まあ、持続可能な世界にもね、つながりますからね。ははい、はい 今回は経済部の北村記者に話を聞きました北村さんありがとうございましたありがとうございました